吉村伊は、日本のフリーアナウンサー。元東海テレビ放送アナウンサー。岐阜経済大学経営学部情報メディア学科、非常勤講師。東京都中野区出身。現在は、岐阜県に在住。少年時代、当時の自宅の近くにあった上井草球場に、プロ野球の試合を見に行っていたことがあるが、ある日、東急フライヤーズが来たときに、 本人曰く、大下博が捨てた花紙を目指して、吉村を含む大勢の子供たちが殺到、結局他の子に取られてしまったことで、プロ野球に関われる仕事に就く。それなら、いつか選手と親しくなれるとこの時子供心に誓ったという。もともとアナウンサーに強い憧れを持っていたわけではなかったが、なぜアナウンサーになったのかを振り返ると、 これが大きな意味を持っていたのではないかと感じていると話している。就職活動の時も先にある保険会社から内定をもらっていたがこのままでいいのかなと落ち着かなかった時に名古屋に住んでいた兄から東海テレビでアナウンサーを募集しているという話を聞きプロ野球ニュースの仕事もできるかなと漠然と思いながら試験を受け合格する。 東京都立大泉高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部卒業後の1963年、東海テレビに入社。東海テレビでは、スポーツ中継担当のアナウンサーとして、プロ野球、中日ドラゴンズ戦や名古屋国際女子、マラソン、プロボクシングファイティング、原田世界タイトル戦の中継の実況、プロ野球ニュース、競馬中継などを担当した。 放送席やリポート先で自身がカメラに映る際に必ず肘をついて喋るのがトレードマークだった。1974年の日本シリーズ第2戦や1988年10月7日の中日ドラゴンズの優勝決定試合、1994年10月8日の中日ドラゴンズ VS 読売ジャイアンツ、1999年9月30日の 中日ドラゴンズの優勝決定試合などの実況を担当した。1996年5月には2000メートルの GII から1200メートルの GI に昇格して、最初の高松グーバイの実況を担当、それが初の GI 実況だったという。その時の年齢は55歳で、あと数年で定年という年齢になって、 初めて GI を担当したという例は彼を含めてあまりない。競馬中継も長く担当していたことから、地元マスメディアの競馬記者で作る記者クラブの会有となっている。定年を迎えた2001年からは、子会社東海テレビプロダクションに移籍して引き続き、東海テレビアナウンサーの肩書きで残り、2004年度末に退職。引退しようと思っていたが、 自宅がある地元の岐阜放送代表取締役会長杉山美き夫から番組をやらないかと直々に声をかけられたのがきっかけでフリーとしてアナウンサーの仕事を継続した岐阜放送ラジオで毎週月曜18時30分20時放送の番組吉村伊佐のスポーツオブドリームでパーソナリティを務めているまた2006年までは 東海テレビが J スポーツ向けに制作する野球中継の実況などを行い、同年9月の山本正のノーヒットノーラン達成試合も実況した。東海テレビで放送される地上波中継からは2005年9月6日の中継にて卒業したが、旧地の中である星野千一が解説者として駆けつけている。2009年からは、 岐阜経済大学の非常勤講師を務め、ナレーション、プレゼンテーション技法を指導している。2017年には、初の著書、アナウンサーは、足でしゃべるを出版した。ありがとうございます。